旅の記録。目覚めある出会い、魔術対決、案内に夢の中、大空へ。商売敵、怒りの一撃、最終決戦。目覚め、ああ、これか。東京のシーンね。チップってまあ、怖い夢を見てたみたいだけど、ひどい顔してるわね。ある出会い。私とチップが出会った時の記録よ。この出会いがここまで私の運命を変えるなんて、この時は全然思ってなかったわ。魔術対決。リアルでミニーが王と対峙した時の記録ね。同じ魔術師でも考え方や時間の使い方でここまで違うので、ミニーは強い魔力を持ってるけど、力に溺れずにってすごいと思うわ。案内に。が、牢獄でハルと出会った時の記録ね。ハルはアリスの見下がり人だったって話は聞いたわよね。それはあって、今のこの二人はとても仲良しよ。夢の中。チップが夢の中へ入ってしまった時の記録よ。この時は、ペコの呼びかけに応える形で夢の中で目覚めたのよね。ペコってば、未だにこの時のことを後悔してるらしいわ。言うほど嫌そうには見えないんだけどね。あの時はそう思ってなかったのね、ペコペコも。商売家と、あ、大空へ抜けてね。これはあれか。うん。つくまない。これはタックが初めて大空を飛べた時の記録ね。チップの作戦が見事に功を奏して功を成した形だったけど、でも本来はタックの自身の力なんだよね。反応したわ。商売敵は、これあれか。ココットで出会いざまに始まったアンジアとデイジーの大喧嘩のシーンよ。顔を合わせれば喧嘩ばっかりの二人だけど、俺も意外と仲良しなの。そう見ると二人はそんなことないって言うけどね。怒りの一撃。これは何だっけ？これか。ラウアでのキットマンの館で、コタマが捕まえそうになった時、友情をなくしてたはずのチップがかばったの。この時のチップは本気で怒ってたわね。やっぱり、コタマはチップにとって特別な友達なのね。で、最終決戦。魔女の館でチップとリサーさんの対決のシーンね。正直怖かったわ、あの人。これ終わりかな。痛くなったらいつでも声をかけてね。じゃあ、とりあえず全キャラ順番に見ていきましょう。とりあえずメインキャラから見ていきますか。あれちょっと、いな、すげえコタマに話そうとしたんだけど、多分屋外にいると思うので、とりあえず、屋内にいるメンバーが順番に行きましょう。じゃあまずインディーから。お、チップではないか。画面の前の主もこの度はようやったの。インディーさんもお疲れ様でしたんですよ。あの小さきイゴリに閉じ込められていくね。ここに魔力の光らび、あとは魅惑チームを待つばかりじゃったが。こうしてまた信じられる仲間と旅をできたこと、幸せに思うぞ。インディーさん。本当に充実した時間じゃった。ゲームいいぞ。次は、ペコペコか。おー、お疲れ、俺。どう考えても、この話で一番お疲れなのは俺だろ。なんだよ、なんか文句あんのかよ。振りまくりで言葉が出ないのですよ。どう考えてもこの話で一番お疲れなのは俺だろ。次は、まあいいや、ユリカの話しよっか。
おお、お疲れさん、打ち上げ楽しんでる？私はがっつり楽しませてもらってるよ。この物語もそれぐらい楽しんでもらえたら嬉しいよね。なんだかゆりかさんがまともな発言を。ああ、なんだよそのリアクション。私ここにいる練習の中じゃかなりまともな方だと思ってるんだけど。撮影でもさ、私そんな変な言語取ってないよね。まあ一応ね、取ってはないよね。次は誰だ？いないな。じゃあちょっとコラボイベントのキャラクターも見ていきに、その前に、どうしてまた見ていこう。フレームリストに準拠するのもちょっと順番覚えてないので何とも言えないんですけど。じゃあ、キットマンから、やってられないよね。何ですかいきなり、めでたい席で神経臭い顔してんじゃねえのですよ。神経臭くもなるっての、なんだってこの俺があんな扱いを。またそんなジャイアニズムにしがみついてるんですか？マンなのにキットさんは名は天を表すを地で行き過ぎなんですよ。余計なお世話だし、俺はまだ若いし。ゆりかより年下もたんだもんね。ああ、なんだってこんなの友達になんて言っちゃったんだろうな、俺のバカ。じゃあお世話になった人から、まずは、ジャンキーポットの、年齢感ですね。おかえり、最終決戦お疲れ様。いろんな武器を出してもらって、僕も腕が上がった気がするよ。武器だけじゃないけど、持ち物は大切にね。この後に限ってノイズが結構入るんですけど。まあいいや。そういえば、チクちゃんに脱ぎならないと先越されちゃったな。へっへー、どんな問題なんですよ。到着。これほど愛に溢れたゲームに参加できたと光栄に思うよ。チップも公爵さんとどんどんお友達になれて嬉しいのですよ。何にせよ、まず、ひとまずはご苦労様。しかし、なんと麗しい。もしかして、お師匠のこと言ってんのですか？それはもちろんだが、愛に溢れるものすべてが全く愛おしい。チップを含め例外はないよ。旅もいいもんだが、疲れたら一息つく方が気持ちが安らぐ。そしてまた立ち上がる。そして人は未来で進んでいくのだな。じゃあ次は、サブで仲間になったキャラクターですね。室内にいるメンバーから順番に行きます。じゃあまずは、ムーヤから。決まった夕飯でも食べに来い。ぜひお邪魔させてもらうのですよ。あ、こんだけか。次は、次は、マジェリカとチビマジェ。図書館島ではお世話になったわね。シプシーたちはそれぞれすごい個性的なハートを持っていて、見てみてやってないわ。特に腹黒い心と友達思いの心が重なっている人なんて見たことないのよ。失敬な、チップ腹黒くなんてないのですよ。提案のあなたたちもぜひハート専門店に遊びに行ってね。とびっきり美味しい紅茶入れてあげるから。チビマジェ。長い旅お疲れ様。すごいね。私あんまり外の世界うろうろしたことないから、ちょっと羨ましいかも。今度一緒に夢食いブラウニー食べようね。ペコくん絶対来てね。俺かよ。あら、あんた彼のこと気に入っちゃったの？うん。ああいう食べ物のことばっかり考えてる男の子大好き。私も食べ物大好きだから。別に食い物のことばっか考えてるわけじゃねえんだけどな。どの口がそんなこと言うのですか？まあ、うまいもん食わせてくれんな。どこへだって行くけどな。わかったよ、行くって。次は、
竜とアイシャか、ちょっとアイシャが近くにいる、アイシャから行きます。その節はお世話になりました。こうしてたくさんの方と一緒にここにいると、なんだか感慨深いものがありますわね。リュート君もこれを機にもっといろんな人と仲良くなれるようになればいいんだけど、それはどうでしょうかね。あ、やっぱりですか。